おはようございます。桜川米平です、初めてですね、これあのなんていうんですかね、 YouTube の録画機能ですか、使って配信することになると思うんですけども、どんどんねやってきますと、いろんなことを覚えて技術も上がってくると思って非常に楽しみにしております。いろんなことを考えておりますんでね、楽しみにしてお付き合いをしてください。いろんな発信もたくさん山ほどありまして、喜んでいただけるものすごく多いんじゃないかと思っております。また昨日ねお話ししましたけども、こちらの方の、ミスターバグですか、こちらの発音から勉強する子どもの英語の教材、これはオックスフォード、オックスフォードユニバーシティプレスっていうね、オックスフォードの英語教育なんですけども、もうこれを日本のお母さん方ね、お勉強していただきますと、発音からこれ始まりますんで、アメリカの発音とイギリスの発音が違いますけども。子どもさん知らないうちに正しい発音で勉強をしまして、で勉強すればするほど、皆さんの毎日話していること、言いたいこと、 YouTuber の方なんかもねいろんなことを言いますけど、その言いたいことっていうものを全部英語で言えて、またその英語が発音がしっかりしている英語っていうことになりますと、私の場合ですと江戸再建っていうものをこれ英語で外国の方にも訴えていきたいと思うんですけども、皆様方の夢、願望、そういったもの、欲しいものですとか、なりたいもの、やりたいこと、そんなことを英語でどん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 発信していくと、もっともっと良くなると思います。ミスターバグにつきましてね、これゆっくりゆっくりご紹介していきますので、それと江戸再建なんですけども、これ江戸再建単純にどういうことだったかと言いますと、江戸博物館というのがございまして、そこ行っていただく程度のことよくわかると思うんですけども、まあ、江戸といいまして、200年以上続いた今でいう政府ですけども、それなりに良さがあったと思うんですけども、そういったものを知るためにも江戸博物館行きますと、やっぱり江戸いいなと思って、ずっと江戸でよかったんじゃないかななんかも思いまして、そんなことで、今時代が変わりましてですね、江戸からですと明治、大正、昭和、平成、令和ですか、そんな中で、みんな生きてきたわけなんですけども、そんな中で、江戸をもう一度と言いますと、例えば新橋ですとか赤坂ですとか、江戸情緒のあるところもありますし、日本橋ですとか下町と言われるところ、そういったところに江戸が残っていますし、また桜ですか、あとは川越、あと栃木なんかで江戸が残って、栃木の日光江戸村ですか、あんなところに住めて毎日江戸だったらどれだけ楽しいかななんて思っておりまして、そういった楽しい江戸発信していけたらと思うんですけども、また同時に江戸にも当然いろんな課題があったと思いますので、そういったことに関しましても勉強をしていけたらなと思いまして、そういった中でこれ YouTube っていうのはものすごく江戸についても勉強なさってる方いっぱいいらっしゃいますんで、そんな方々からいろんなことを教えていただいたりとか、私の場合ですと一応奉還お座敷で、皆さんの間に、来ていただいた旦那衆ですとかお客様に喜んでいただくための座敷で、上がって、仕事すること楽しみにしておりますので、本当にもう精一杯と言いますか、もうどんなことをしてでも楽しく素晴らしい江戸再建、日本の美ですね、それを実現していきますんで、たまには寄って見てあげてください。それとあとはいろはにほえとですか、いろはにほえとなんですけども、こちらの方もいろはの命は、犬を歩けば棒に当たるですね、そちらの方も一つ一つそれで解説をして、お話ができると結構面白い話題になるんじゃないかなと思って楽しみにしております。あとはとにかくたくさん着物が好きな方、
お茶が好きな方、お花が好きな方、歌が好きな方、踊りが好きな方、いっぱいいらっしゃいますけど、和の世界っていうのは共存共栄の世界だと思います。そんな中で、和の世界が立ち上がってですね、もう一度江戸を繁盛させる、そういう形になると思いますんで、そんな中でね、大きなビルを建てたり、江戸料理にこだわった、それこそどこでも食べたことがないような江戸の料理が食べられるような、お店を出して、江戸のうまいもの代でもいいですし、そんなことも一つ一つ考えて計画を練って、実践していこうと思います。一応15分間ぐらいの形で、いろんなことについてお話をしていこうと思いますけども、今日はたまたま YouTube で初めての録画機能を使った発信になりますんで、編集がまだ上手にできませんので、その辺のことはそれを了承していただけたらと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。